私はレインボーゴブリンの末裔です。しまいました。そんなある日、情報屋のだいだい色の鬼が耳寄りな話を持ってきました。山の向こうに虹の生まれる谷があるというのです。鬼たちはすっかり喜んでしまいました。早速投げ縄を持って虹の生まれる谷に向かいました。野を越え丘を越え岩山のきつい登りに差し掛かった時、